高齢や病気のため自立した生活の維持が難しくなった人が暮らすホームホスピスが北陸で初めて小松市に完成し、開所式が行われました。開所式には運営する NPO 法人ホームホスピス小松の榊原千秋理事長や小松市の宮橋正英市長などの関係者が出席し、施設の完成を祝いました。小松市末広町に開所したホームホスピスもう一つの家ややさんは、住み慣れた地域で馴染みの人たちに囲まれ、その人らしく人生を全うしたいという希望を実現する施設です。介護福祉士が24時間常駐し、訪問介護も24時間対応しています。人生の最後の日までご家族に囲まれて過ごしていただける場所にここがなっていけるのではないかなということと、そしてコロナに配慮いたしまして、各お部屋全部外から出入りをできるような設計にもさせていただきました。ここを起点とした地域の中で安心して人生の最後の日まで穏やかに過ごせれる、そういった文化、看取りの文化や身芝居の文化もちゃんとここで考えていく場を作り、地域の方々と一緒に考えていく場を作っていきたいというふうに考えております。施設の内覧会はあさってまで開かれています。